日本の防衛強化は急務となりつつある中、F-35A 戦闘機の導入が今、進められている。F-35B 戦闘機も2024年には納品される予定だが、護衛艦加賀の改修も今年一時的だが終了する予定。米国とのクロスデッキ訓練でまずは運用に訓練を続ける。日本で待ち続けられている戦闘機、F3 ステルス戦闘機開発だが、今年の閣議決定後、急ピッチでプロジェクトが進行している。三菱重工が主となり、各パーツ関連会社と連携ロッキード・マーティン社とも連携を図り、今までにないほど急ピッチ進んでいる。なんと、主要、開発メンバーが500人選ばれ、プロジェクト動き出す。では、今回、メンバーについて詳しく見ていきますね。ここからが開発には、時間がかかるが、どれだけ縮められるのか期待したいところだ。2021年1月に入り、航空自衛隊の F2 戦闘機の代替機としての第6世代戦闘機開発を目指すプロジェクトが主幹となる。三菱重工業を中心についに本格的に動き出している。マスコミ各社の報道によれば、三菱重工業の愛知県内の工場に今回の次世代戦闘機開発に参加する技術者たちが参集しているといい、その規模は最終的には500人にも上るという。これらの次期戦闘機開発に向けた技術者集団は2020年末に FZ と呼称されるようになっていたが、名実ともに開発の実務へと取り掛かることとなっている。今回の次世代戦闘機開発は、前述のように、日本の防衛産業のトップ企業である三菱重工業を主契約者とするプロジェクト方式であり、ここに川崎重工業や IHI 社などが参加する形だ。その他にも、日本企業としては、三菱電機や NEC、スバルなどのおなじみの企業も参加する体制となっており、これらの総勢で500人とも言われる技術者集団が動員されると見込まれている。2020年12月には海外からの協力企業としてアメリカのロッキード・マーチン社が選定されており、こちらは大方の予想通りの規定路線だったと見る向きも多いだろう。しかし、防衛省としては、ロッキード・マーチン社に限らず、海外からの支援には、イギリスへの含みも残しており、テンペスト計画の BAE システムズ社との連携もあるのかもしれない。防衛省は、この次世代戦闘機開発に際し、総額約5兆円とも予想される資金を投入する見込みであり、現在の戦闘機開発が、いかに巨額の初期費用を必要とするのかを物語っている。日本の次世代戦闘機開発は、まさにこれから本格化していくことになるわけだが、前述のイギリスのテンペスト計画は、BAE システムズ社を中心に、すでに、新工場の設置なども進んでいる。テンペスト計画は、BAE システムズ社を中心にイギリスの、ロールス・ロイス社や MBDA 社、そして、イタリアのレオナルド社の4社が、共同で開発に従事しているプロジェクトだ。このため、
ここに名を連ねたレオナルド社の絡みもあり、イギリスだけでなく、イタリアも、テンペストの導入を実施する予定であり、西側の第6世代戦闘機としては、先駆者とも言えよう。そもそも、第6世代戦闘機の定義、要件が定まっておらず、これは現在の第5世代戦闘機でもそうだったのだが、いわゆる後付けで解釈される状態ではあるため、テンペストが物差しとなるのかもしれない。2020年10月に公表されたテンペスト計画のコンセプトには、多機能無線周波数システムと呼ばれる高性能な新型のレーダーセンサ類がまず筆頭に挙げられている。これは従来比で1万倍を超えるとも言われるデータの量を解析可能で、担当するレオナルド社では今後機体に搭載しての実証実験を行う段階にあるとも伝えられている。また、機関部の開発を担うロールス・ロイス社は、これまでの実用化されたものよりも高い温度に対応した軽量なエンジンを、新素材や既存の技術を高めた実用化を目指している。こうした個々のテンペスト計画の要素のうち、防衛省が含みを残した部分として、どのような点が日本の次期戦闘機開発にフィードバックされるのかにも、今後の続報を待ちたい。さて、イギリスを中心としたテンペスト計画は、すでに先行して進行中だが、西側諸国の第5世代戦闘機を独占した F-35 ライトニング2を要する。アメリカ軍の動きはどうだろうか。実は、2020年9月中旬に、アメリカ空軍高官は、現在、世界でアメリカ空軍のみが保有する第5世代戦闘機 F-22 ラプターの後継機が、すでに飛行実験の段階に入っていると語り、我々を驚かせた。これまで、第6世代戦闘機は、アメリカといえども2030年頃に、お目見えするものだとの解釈が一般的だったため、その画像や映像が公開されたわけではないが、少なからぬ衝撃があった。アメリカの軍事関係者などは、これまで長い年月が必要と見られてきた。戦闘機開発がここまで短期間のうちに具体化していることを、デジタル技術の進化による設計期間の短縮だと解釈している。アメリカ軍の第6世代戦闘機の要件としては、双発機関部の採用、最高速度はマッハ2を超過、超音速での巡航化、材質、塗装だけでなく、形状のステルス化、無人機の完成などが予想される。現在のF-35 ライトニング2戦闘旗や F-22 ラプターと比較しても、胴体内ウェポンウェイへの兵装搭載量の増加を実現させるため、それらよりも機体そのものが大型化するとも目される。さらに、前述のデジタル技術による設計作業の高速化を反映して、今現在は、少なくとも30年スパンとなっている。新型戦闘機投入のタイミングを約半分の16年に短縮するのではないかともささやかれている。